タロスチャンネル始まるよ。はい、お晩でございます。最近なじらね、ゆうたろすチャンネルのパパとママです。いつもご覧いただきありがとうございます。では本編始まります。お楽しみくださいませ。みなさんこんにちは。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 はい、今日はですね、ちょっとタイヤの、パンクを直すためにちょっとやってみます。ちょっとね、ここにね、釘が刺さってるんですよね。なんか綺麗に刺さってるから、ゆっくりね、空気が抜けてて、てあんま気づかなかったんですけど、これをね、ちょっとおばちゃんの車だったんですけどね、このタイヤを直していきたいと思います。はい、まずね、はい、こう、これ台所用食器洗剤、食器洗剤を薄めて作った液をかけます。綺麗に全部ボコボコするから。どう、カニさんになってる？あ、一応あほらほらなってますね。ここ、あ、ちょっとブクブクじゃない？空気が抜けてるとちょっとプク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 とね、してるの分かりますかね。はい、こうなってると空気が抜けてるっていうことみたいですね。はい、もう一回かけてみようか。飛ぶから気をつけてね。はい、じゃあちょっと離れて、はい、どうかな、ちょっとブクブク感が、こっち側の方が出るかも。そうだよね、うん、ここから出てるはずだけど、なかなかなんかブクブク、あ、出てるよ。あ、一応してるの、ここ出てるかな、こっちの方、ほら、あ、ここね、こっち側、そうだね、うん、なってるね。なんでしょう。はい、こうやってね、空気が抜けてるところを調べます。はい、でね、今日これを使います。じゃん、パンクの完全修理が簡単ということでね、パンク修理キットですね。おい、買ってみました。こうやって当てます。はい、やってみますよ、ね、お願いします。はい、はい、今鼻ちょうちんですよ。本当だ、ぷくってなった。じゃあね、これをね、ちょっと抜いてみましょうか。はい、まず抜きますね。お、ちょっと鼻ちょうちんが邪魔だね。よし、お、すごい、おお、すごいね、なんか長いんかね。ねえ、どれだけの首が入ってるのか。お、すごい頑丈。はい、じゃあ拭いたのでね、今取ってますが、すっごいね、これほら、すっごい頑丈だね。ネジだったんだ、ネジだね。うん、本当だ、ネジだね。なかなか、これネジだと結構難しいかもね。うん、なるべくまっすぐ抜こうか。はい、おー、おー、抜けた、おー、めっちゃ空気が、どこだっけ、これですね。場所が分からなくなるので釘を刺しておきますね。はい、これも付属で入っております。ずっと抜けそう。弱くね。はい、じゃあ次の作業に移ります。はい、はい、でこのニードルみたいなやつに、はい、このエコセメント、これですね。はい、これ塗ります。はい、
それは接着の役目があるのかね。なんかね、そうだね、接着剤の匂いがする。うん。どんな気になるんだろうね。まあ、そんなぐらいでいいんじゃない。うん。あの？うん。まあ、そんなもんでいいでしょうか。はい、いいことにしましょう。そうだね、いいことにしよう。いいことにしましょう。はい、これまた後で使ってこいてきます。はい。で、ここに、はい、ぐすっと、ぐすっと、ぐる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 とね、ぐすっと回していきます。右回りね、OK、時計回りですね、うん、結構力いりそうね、ゴム出すぐらい反発しそう。上に結構はい、入りました。シューっていう音がなくなったね。で、うん、半分ぐらいまで、はいはい、抜いて、はい、また、はい、これいこう。はい、なるほど、はい、やっておくんですね。はい、塗りましょう。はい、まあ、こんなもんでいいでしょう。はい、塗って、入りました。はい、次です。このネバネバくんを、はい、剥がします。はい、これネバネバしてるしてるよ、ほら、うん、ね、これぐらいかな、ね、で、でね、で、あ、これももうくっついてる感じのやつだよね。接着されてるっていうか、はい、で、この糸通しみたいなやつ、はいはい、はい、こう、はい、通しましょう。はい、真ん中ぐらいまでね、うん、こうして、はいはい、これぐらいかな。はい、入りましたね。はい、はい、で、はい、ここにもまた、あ、これもつけるんだ。そう、へぇ、ネバネバしてるのにつけなきゃいけないんだね。はい、はい、またこのね、接着剤みたいなエコセメントだったっけ、うん、をつけてますね。そうそうそう、ほんと適当。よし、はい、こんなもんでいいでしょ。はい、これを抜きます。はい、これを持っててください。こういうふうに触らないでください。はい、で、時計回しで抜きます。はい、全部同じ向きで抜く感じの。そうだね、時計回しで入れて、うん、ある程度こう、ちょっと抜いてます。あ、抜いた方がいいですね。入れた、これぐらい抜ければ、はい、
じゃあ、入れますよ。はい、お願いします。ここに。はい、この穴ね。はい、この穴。はい。次やせ。はい。よいしょ。よいしょ。入らないね。ねえ。これ側面だから嫌だね。わかる。場所が悪いよね。ちょっと。すごいね。これ結構入れなきゃね。全部。なんで？全部なの？うん。結構きつい。ちょっと入るまでね、ちょっとスキップしますね。よし、これなんとか入ったんで。なんとか、はい。本当に。空気入れながら、うん、すっごい力でね、うん、頑張りました。入ってしょ。うん。抜く？はい。出たら、ポン！おいっ！オーケー！はい、こんな感じでね、V の字になってますね。うん。はい。これを切るの？うんうんうん。そう、ハサミでな、そう、ハサミ持ってくるか。はい。じゃあ、これをね、切っていきます。切っていきますよ。もう切ってる。うん、切って。はい。あ、この折りか。そうだね。うん。ほら。あ、オッケーオッケーオッケー。いいかな。うん。もうちょっと設計すればいいかな、きれいに。わあ、こんなもんだろ。あ、いいんじゃない、うん、はい。こんな感じでね。で、シューって音はしてませんね。次に。最後、抜けてなったチェックです。またね、カニさんみたいにね、はい、ブクブクしてないかな。はい、確認します。噴射した泡だけだな。これがね、ブクブクってするからね、空気が抜けてると。そうだね、うん、あと、カニさんがね、泡吹いてるみたいになるので、動いてないみたいだね、一応。あ、そうだね。ねえ、うん、普通なんかこっちのブクブク、そうそうそう、ポコポコポコみたいにね、ちっちゃい泡がね、前出てたんですけど、出てないかな。ね。うん。なんとか。またちょっと様子見てだね。そうだね。はい、とりあえず今のところ大丈夫みたいですね。はい。タイヤにね、入ってた、この釘ですね。はい。こんなのが入ってました。なんか、すごいね、潰れてる、うん、よく綺麗にこのまっすぐ入るよね、でも、うん、はい、こんな釘が入ってました。